はい、皆さんこんにちは。本日はこちらの福岡女子大学の問題を使います。概要欄に問題と回答の PDF を貼り付けておきますので、がっつり勉強したい人は問題を解いてから解説を聞くようにしてください。はい、今回変量 XY を持つような3つのデータあるときに、各1番、3つのデータがそれぞれこの値のとき、相関係数を計算しなさい。はい、ということで、相関係数定義に基づいて計算すると、各1番答えです。はい、今回説明の都合上、平均値、標準閉鎖、共分散、相関係数、 はい、それぞれこれらで記号を定義させてもらうと、はい、相関係数というのが共分散を標準偏差の積で割ったものこちらが定義であり、はい、今回のデータに関してまず平均を計算すると足して3で割って xy ともに2という形となります、はい、これら平均を使って標準偏差共分散計算することができるんですが、はい、標準偏差はルート分散、はい、分散というのが偏差の2乗の平均で計算できて偏差というのが データから平均を引いいたものととう形となります、はい、つまり今回 x でいうとデータが2、1、3で、はい、それら全て平均である2を引いて2、はい、乗し平均を取ってあげると3分の2それにルートをかぶせると標準偏差ルート3分の2という形となります、はい。y に関しても同様に標準偏差を計算してあげると同じくルート3分の2。はい共分散は偏差の積の平均。はいということでデータから平均を引いて x、y、積を取り、はい、それらの平均を取ると今回3分の1という形になります。はいということでこれらを使って相関係数を計算してあげると、はい、共分散を標準閉鎖の積で割ってあげて2分の1こちらが答え。はい去2番です。去2番は相関係数がマイナス1となるような3つのデータ例を1つ挙げなさい。はい例を1つ挙げなさいということで答えは1つではないんですが、はい、相関係数がマイナス1となるようなデータの例。 知っておくとといいいかなと思います、はい、どんなものがある上がるかというと、−1、はい、1、00、1、1, 1のような、はい、座標として点をプロットしたときに、はい、傾きが負の直線の一直線上に並ぶような3つの異なる点、はい、このようなデータのときに相関係数のス1となります、はい。ちなみに傾きが正の一直線上に並ぶような3つの異なるデータ、上げたときに相関係数が1という形になってきます。 はい、一応、カッコ1番で求めたように計算してみると、はい、今挙げた例で関していれば、平均が0という形で、標準偏差ともにルート3分の2、標分差がマイナス3分の2という形となりますので、はい、相関係数計算すると、確かにマイナス1となりますよと。はい、続きまして、カッコ様です。カッコ様はこちらの式を証明してください。ということで、証明した式、はい、左辺を変形して右辺導いてみようと思います。 はい、左辺は展開することができ弧を展開するとこのような式はい少し似たような記号でごちゃごちゃしてくるんですけれどもはい x バー y バー含まないものを前に持ってくるとこのような形で、ね、x バー y バーともに含むものが3つありますので、はい、3倍のという形でまとめることができますはいそれ以外で y バーを含むものそれがこの赤のような形でくくることができ同じく x バーを含むもの、はい、これが青のような形でくくることができます はい、で今回証明した意識右辺を見てあげると、はい、この赤と青の部分がないので、はい、ここをどうにかしていく必要があるんですけれども、はい、赤の部分が x のデータの和ということなので、はい、これを3で割ってあげると平均という形となるので、はい、無理やり3で割ってあげて一応3打ち消し用意してあげると、はい、この3分のの部分が平均 x バーという形になってきます。はい、青の部分も同様で3で割ってあげて3を補ってあげれば、はい、これが y バーという形となって。 はい、これで x バー y バーさらに出てくるのでまとめてあげるとこのような形、はい、右辺の式になりますよというような形ですはい続きまして囲、はい番4番は、はいえー、と3つの点 P1P2P3 を考えたときに、はい、それらの座標をシーターを用いた式で表せはいということで完全に図形の問題なんですが、はい、問題文で与えられたこと はい、図にしてみるとこのような形。はい、単位円周上に3つの点があって、はい、OP1、こちらは同型がシータというような形です。はい、ということで P1 の座標は、はい、単位円、サイン・コサインの定義から、コサイン・シータ、サイン・シータ、X 座標がコサイン、Y 座標がサインです。はい、P2 というのが同型がさらに120と、3分の 2π 進みますので、はい、コサイン・シータたす3分の 2π、サイン・シータたす3分の 2π。はい、P3 がさらに、 120度。さらに3分の 2π 進みますので、cosθ 足す3分の 4π、sinθ 足す3分の 4π、こちらが答え。はい、最後になります、カッココ番。はい、カッコ4番の p1、p2、p3。はい、これらを x、y のデータとみなしたとき、はい、x、y の相関係数が0になることを示しなさい。はい、ということで、これらのデータにおいて相関係数を計算して、0であることを示せば答えとなってきます。 はいえー、相関係数は過去1番で求めましたけれども、はい、共分散を標準偏差の積で割ったもの、はいで。相関係数が0になるということは、はい、分子の共分散、これが0になるということを示せば OK です。はい、ということで、はいえー、と過去1番で求めたように、はい、とりあえず平均を考えてみると、はい、今回平均に関して言えば、はい、この図を見てもらうと分かるんですけれども、3点の平均というのは原点という形で、0かんゼ0という形となるので、はいはい、x の平均。 y の平均ととともにいう形となります、はい。こちらは式で展開するよりも図で見てあげた方が分かりやすいと思いますのでそこは見逃されないようにしましょう。はい、で共分散というのが偏差の積の平均だったわけですけれども、はい、こちら偏差の積の平均に関して言うと、はい、過去3まで、はい、分子の部分、はい、これがこのような形になるよということで証明していますので、はい、分子の部分を、はい、こちらの右辺に書き換えてあげると。 このようなな形となり、少しすっきりした形となって、はい、今回 x バー y バーともに0ですので、はい、この3倍のの部分は消えますよとはいつまり x 座標 y 座標積を取って、はい、平均を取ってあげるそんな形で共分散計算することができるんですがはい、はい、それぞれ x 座標 y 座標積を取るとこのような形となり、はい、これらはあとは変形していこうと思うんですけど、はい、赤青緑 それぞれ角度が一緒でサインかけコサインなので、はい、サインの2倍角使ってあげるとこのように変形することができます。はい、サインにシーターが2倍のサインコサイン。はい、ということで角度を2倍してあげて2分の1つけてあげると、はい、サインだけにまとめることができるよ。はい、青、緑も同様です。はい、これであとサインだけになりましたので、はい、こちら分子計算していくと、はい、8、えー、分の1でく括ることができて。 青と緑に関して言うと、角度の部分が和の形になっているので、過保定理でバラすことができます。サインの過保定理、最多コスモス、コスモス最多、はい。このようにバラすことができて、はい、あとは3分の 4π、3分の 8π、はい。こちらは知っている角度ですので、ねはい、サイン、コサインの値、代入してあげると、このような形となり、はい、ちょうどサイン 2θ ーー、マイナス2分の1、マイナス二分の一で消えて、はい、コサイン 2θ ーーは、二分のルート3、はい、プラス2分のルート3、はい、プラスマイナスで消えるよと。 はい、いう形となり分子が0。はい、ということで共分散が0という形となりましたので相関係数0だよというような形です。はい、ということでデータの分析に関してそれぞれの定義式を求めながら、はいえー、と文字を使った計算だったり、はいえー、座標に関しての絡みそこら辺を考えていくような問題になっていますのでそれぞれ一つずつ確認しておいてください。はい、そうしましたら本日は以上です。 はい、次回ですけれどもこちら。はいえー、と柴浦工業大学の問題を使います、はい、概要欄に問題の PDF 貼り付けておきますので、もしよかったら問題を解いて次の動画を待つようにしてください,、はい。それでは本日は以上です。ありがとうございます。